改めまして本日のゲスト、グラビアアイドルの橋本マナミさんです。セクシーセクシー。どうなの、さっき写真集が大ヒットって書いてあったけど、はい、やっぱりいろいろバラエティの露出とかも変わった？バラエティはそうですね、最近出演させていただいたりとかはしてるんですけど、うん、あの生活が全然変わってなくて、うん、給料もちょっとしか上がらなかったりとか、あと移動も自転車なんです私。自転車？はい、チャリ通です。チャリ通？はい。どういうところにチャリンコで行ってんの？だいたい渋谷新宿あたりで仕事の時は、はい、チャリンコで行ってんだ。はい、はい、そうか。だってね、24時間テレビの時、あの給料私いくらなんですけどみたいなことを言ってたね。言ってたね。言ってたっけ。そう、16万なんですけど。言うにゃ言うな。だから写真集大ヒットしたのに。写真集大ヒットしても何も入ってこないです。でもあれ、家賃はもう払ってもらうんでしょ？家賃も自分です。事務所から払ってもらってじゃない？なんかアイドルの人って事務所から借りてくれるんじゃないの？そう、なんか事務所の寮があったりとか ね。いや違いますね。だからあの貯金をずっと貯金してたので、それを使っています。今いやよくね、俺あのその怪しいその発言をするのよ。貯金を切り崩してやってますみたいな、はい、そういう人大体怪しいんだよね。何もしなくて、はいはい、あの遊んでばっかりいて、何してんの、はい、いやもうお金ないから貯金を切り崩してって。だからその貯金はどうやって作ったのって話なの。そうやね。それは絶対の橋本さんもだから悪いことしてお金稼いだわけでしょ結局。違いますよ。私はあのちゃんとバイトしてました結構。あ、そう。いろんな。どんなバイトしてたの？居酒屋のランチとか、あの派遣でテレオペとか。うん。それを貯金してたの。はい。そうか。でもさ、苦しかったらさ、ね、お金こんだけあげるよなんていう人がもしいたらよ、うん、そうクラクラって来たりしないの？そうだよね。私それが全然ないんですよね。おあの人からお金をもらうのがすごく嫌で。おうおう、自分で自立したいって。そのお金の部分だけでは両親にも頼ったことがなくて。偉いね。偉い。そうか。いや確かにね、橋本さんを見ててやっぱグラビアとかもほら結構派手じゃないですか言ってること。でもね、どっかやっぱ俺哀愁を感じたのよ。苦労してそうだなっていう。ああ結構そうですね。芸歴17年になるので。13歳ぐらいからやってるの？13歳からやってるんですよ。知らなかったな。あ、そう。すごい長いんです。13歳は何をやってたの？ CM とか。あ、そういう大きい。山形出身で山形にいたので通いながらずっと仕事して。えー、えー、えー